肉のチェックをしていきたいと思います。少し湿ってますけども、もうドリップは出てないですね。黄色の部分が柔らかいですね。スポンジみたいな柔らかさ。この赤身の部分がね、硬い。ベニヤ板みたいな感じがします。